楽な怒りご飯チャンネルの怒りです。今回は揚げずに作るフライドポテトのレシピをご紹介します。フライドポテトというとたっぷりの油で揚げて作るのが一般的ですが、今回はたっぷりの油は使いません。その分大さじ3の油でカリッと美味しく焼いて作ります。フライドを焼く前のレンジ加熱や片栗粉をまぶすタイミングなどのポイントで揚げなくてもカリッと美味しいフライドポテトが作れます。それでは作っていきます。材料はこちらです。じゃがいもはピーラーで皮を剥きます。芽の部分はしっかり取り除きます。じゃがいもの皮を剥いたらくし切りにします。で、大体1個のじゃがいもを大きさにもよるんですけど8等分するぐらいが目安です。断面を下にして切ります。しっかり押さえつつザクッと。今回ご紹介するポテトサラダは、ポテトサラダじゃない、今回ご紹介する、フライドポテトは油をたっぷり使用しないので、フライドポテト食べたいけどでも油多くてなっていう方にもぜひ作ってみていただきたいですし、ハンバーグとかそういうお料理に何かそういうものをしたいなっていう時に、今回のレシピならちゃちゃっと作れますので、添えてもらえたらなぁなんて思ってこのレシピ作ってます。はい、くし切り完了しました。はい、じゃがいもを切ったら耐熱ボウルに移します。ふんわりとラップをして、じゃがいもはレンジ加熱して火を通しておくことによって、フライパンで後で焼いた時に中まで火が通ってないなっていうことも防げますし、じゃがいもの中に火を通しておけばあとは表面さえカリッと焼くだけでいいですので、フライパンで焼く時間を短くできます。加熱しました。で、これから片栗粉をまぶしていくんですけど、その前に片栗粉をまぶしたらすぐに油で焼いてしまいたいので、油を温めていきます。大さじ3の油をフライパンに入れます。私がよくやっている手法なんですけど、この時全部油でもいいんですけど、大さじ3のうち大さじ1はごま油にすると香ばしい香りが加わって美味しいです。はい、で油を入れたら中火で温めます。油を温めてる間に、じゃがいもに片栗粉をまぶしていきます。で、この時じゃがいもレンジ加熱した後結構水分残ってるんですよ。なのでその水分はキッチンペーパーで拭いてしまいます。で、ここでキッチンペーパーでしっかり水気を拭いた方が油で焼いた時にベチャッとなりにくいです。カリッと仕上がります。じゃがいもの水気を拭き取ったら鶏ガラスープの素を絡めます。鶏ガラスープの素を絡めておくことで塩味の下味と、あと旨味もこのじゃがいもに加わりますので、もうこのフライドポテトがぐんと美味しくなります。で、もし鶏ガラスープないよっていう場合は代わりに顆粒コンソメでも美味しいです。で、鶏ガラスープの素を絡めたら片栗粉を全体にまぶします。これぐらい全体にまぶします。片栗粉をまぶしたら間を空けずにすぐフライパンで焼きます。結構時間を置いちゃうとベチャッとした仕上がりになりがちですので、まぶしたらすぐ焼くようにします。で、結構大さじ3の油でも揚げ焼きみたいになるので、油は多すぎず少なすぎずこの量でカリッと仕上がりやすいです。すべて入れたら裏面がカリッと焼けるまで焼いていきます。3分ほど焼くと裏面に焼き色がついてきますので、ひっくり返します。ひっくり返したらまた裏面に焼き色がついてくまで焼いていきます。両面3分ほどずつカリッと焼いたら、こちらの面も焼いていきます。面も焼くことによって、底になる面も焼くことによってよりカリッと仕上がります。で、両面焼けばもうカリッとなってますので、ここまでこの下の面まで焼くのはちょっと大変だなという方はこの工程はカットしちゃって OK です。こちらの面もカリカリになるまで焼けたら火を止めて揚げ物用バットに移します。この時じゃがいも同士が重ならないようにバットの上に乗せると油がよく切れてカリッと仕上がりやすいです。今回は大さじ3の油だけで焼いているので、キッチンペーパーで拭くだけ、うわ、キッチンペーパーで拭くだけで油の処理ができます。揚げ物用のバットに移したら塩、コショウを振ります。
仕上げに塩コショウを振ると味が締まりますので、これはぜひ塩コショウはするようにしてください。振らないとぼやっとした味に仕上がってしまいますので、塩コショウはマストです。かけたのでまゆまゆに食べてもらいたいと思います。お願いします。いただきます。はい、うん、サクサクで美味しいです。後味にすごい旨味を感じます。うん、ありがとうございます。ありがとうございます。美味しそうだなと思ったら高評価とチャンネル登録をお願いします。